お便りのコーナーということで、大阪府大阪市住吉区の方からこんなお便りをいただきました。子供の頃、工場が倒産し、その跡地に開放住宅建設が計画されました。開放住宅っていうのは要は童話住宅で、まあ、童話の人しか。 人しか入れない住宅ですね、えー、道を2本隔てた向こうには広大な童話地区として整備された住吉の解放同盟があり解放住宅もたくさんあったにもかかわらずですで、まあ、詳しく説明するとあの住吉区に住吉地区って童話地区があって、まあ、これはもう行ったら分かるわけです実際行ってみれば、えー、童話住宅として作られた団地がいっぱいあるんでもう景色が周りと違うしもうこれは見,えれ,見れば分かるようになってるんですね住吉区の人はまあ大体知ってると思います でえー、もちろん地元住民は大反対でした大切な地元を童話地区にするのかと当時住吉の童話地区は大変荒れていて学校も大変だったと聞いていますけれど結局、市営の開放住宅は建設されました。区から外すという大きな打開策のもとに これも開放住宅としてではなく単に市営住宅として建設すればよいことなのにおかしな話ですよね。これ詳しく説明すると、要はね、童話住宅っていうのは、まあ、童話の人しか入れないんだけども、まあ、一般の市営住宅っていう扱いにしたら、まあ、誰でも入れるっていうことになるんで、まあ、そうしとけば、その、童話っていう特別扱いもする必要はなかったし、まあ、普通にね、えー、地元の住学、あの地元の学校に通わせるっていうことができたんじゃないかっていうことなんですよね。 で結果的には良かったのですが、航区ごとに色分けされている地域の区分地図を目にするために違和感がよみがえります。まあこの お手紙はですね、えー、まあ、その住吉の一般地区の方の立場で書かれたものだと思うんですね。まあ、その荒れてる住吉の童話地区の子が地元の学校に来なくてよかったよかったみたいな話になってるんですけども、まあ、これを X にポストしたらですね、うん、いや、それこそ差別じゃないかと、ね、隔離するようなことをしてと解放同盟はどうしてたんだっていうようなね、そういう意見をいただいたんですね。で、じゃあ、その解放同盟の視点 まあ、童話地区の視点から見るとどうだったのかっていうことなんだけども、ちょっとね、まあ、詳しい方に聞いてみたんですよ。で、そうするとですね、これね、解放同盟は反対したっていうよりは、ま,あ、まさにこれは解放同盟が進めたことなんです、その童話地区をの飛び地を作るっていうことを、当時、解放同盟が積極的に進めたんですね。で、大阪市もそれを進めたっていうことなんです。えー、これがね、なかなか難しい話で、まずちょっとお金とか予算の問題があったんですね。 で、住吉小学校っていうのは童話校だったわけです。で、住江小学校、その本来の上住吉の校区の住吉、住江小学校っていうのは一般校なんです。で、一般校、童話校の違いっていうとですね、当時はその童話校、童話地区の学校という扱いにすると、えー、教員がですね、特別に配置されたっていうんですね。で、さらにはですね、えー、その校区のね、 えー、保育所なんかもすごかったそうなんです。本来皆さんだったらあの保育所って何歳から入りましたかね。まあ早くても1歳。まああるいは 2, 3 2歳3歳なんですけども、えー、当時はですね、 あの地域によってはですね、童話地区だと、生後2週間から入れたっていうんです。で、あの大阪市で、まあ、住吉のあたりでも、まあ、生後何ヶ月かでね、入れたっていうんです。そうすると、当然、手がかかるでしょ。だからもう、一人の子供に、まあ、子供っていうか、赤ちゃんですよね、保母さんがつきっきり、まあ、当時は保育士じゃなくて、保母さんですね、保母さんつきっきりでやってたっていうんですね。で、当然そうすると、あのお金かかりますよね、特別に保母さんを置くわけですから。 そうするとですね、あの、まあ、いくら童話対策でね、まあ、や、国から潤沢なお金が出てたとしても、一部は当然、大阪市が持ち出しでやらないといけないから、その住吉小学校だけじゃなくて、その住江小学校区までその童話扱いにしたら、もう予算がいくらあっても足りないぞということで、大阪市はもうそれは、 新しく作った住宅を同扱いっていうのをね、えー、反対したそうなんですでそもそもその上積みの,その住,住宅が作られる経緯っていうのがその住吉の、ね、不良住宅が集まったところをいろいろ再開発していくわけですね同和地区としてその時にまあ一時的にそのよその場所に移ってた住民っていうのがいるんだけども、まあ、その住吉に戻りたいっていうことになってその時にもう土地がなくてですねそれでやむなくあの上積みの倒産した工場の跡地を使って あったっていうことなんですねもちろんそこは本来あの,部落の外なんですだけどまあそのそこを童話地区の扱いにするとでこれについて、まあ、当然まあ常識的に考えればそのもう無理にね住吉航区をその童話っていう扱いにしなくてももう一般っていう扱いにして、まあ、さっきのお手紙にあった通り一般住宅っていう扱いにして、まあ、そこをね えーまあ、あくまでその一般地区という扱いで、えー、小学校に通わせればいいんじゃないかといちいちその工区をね飛び散りしなくてもっていう考えも当然あってなんかそういう意見もねその解放同盟というか同和地区の中でも出てたそうなんだけどもでもやっぱりその予算ですよねその予算の魅力ですよやっぱり同話扱いになると特別扱いになるわけですから当然解放同盟としてはその新しくできた住宅を同和住宅として扱って。 特別扱いでそのほうが利権が広がるしね、まあ、その分のお金も出るわけですから。ということでその解放同盟はその同和地区の飛び地を作るっていうことを強烈に推し進め,推し進めたわけです。まあ、一つはその予算お金の話であとはあの、まあ、当然共産党もいるわけ,るわけなんだけども共産党は当然こういう飛び地を作るということには反対したわけです。 だからそのそのた新たに童話地区を作んなくてももう一般民ってい扱いでいいじゃないかとねでもちろんそれはあのさっきも言ったようにその解放同盟とかその地元のフラックでもまあどうせねその特別対策だっていず,いずれ終わるんだから、ねまあ、その時になんかどうするんだとね、うん、そうなってもずっとそんな飛び地で童話,童話の扱いはするべきじゃないだろうっていうことでもうね その部分は一般扱いでいいんじゃないかという意見も出たんだけども、まあ、当時の空気というかその解放同盟と共産党とのですねこの対立っていうのがね、まあ、むしろもう同和会との対立の日じゃなかったそうなんです。とにかくもう解 解放同盟からすれば共産党は全て悪だと。だから共産党がそういう飛び地の童話地区を作るなと。もう、上積みの人はあの一般公に通わせようっていうようなことを言うと、もう解放同盟としてはね、もう、 あの、共産党の逆張りをせざるを得ないんですよ。あの、共産党の言ってることに賛同すると、お前は共産党に賛同するのかと。それは共産党の意見だっていうことで、えー、まあ、叩かれるっていう状況があって、まあ、そういう感情的なイデオロジーの問題っていうのもあって、まあ、それで結局、あそこは飛び地になっちゃったわけですね。で、今でもその名残が残ってるわけです。 じゃあ、なんでそうなってるんだっていうことをね、まあ、例えば僕は、あの、住吉に引っ越してね、子供がいて、あの、学校に通わせるときに、なんでここだけ飛び地になってるんだっていうふうに、まあ、あの、役所の人なんかが聞かれたら、ちょっと答えに寄付するでしょうね。でも、隠しようがないじゃないですか。まあ、過去にこういう経緯があったんだと。 あの童話だったんだっていう。まあ、そういう風に言うしかないじゃないですか。まあ、ちなみに言っとくともう。今は童話住宅っていう扱いじゃないですよ。もう大阪市全般はその童話住宅だったところは、一般の市営住宅と同じ扱いでえー、別に誰でも。 応募すればまあ、当たればね。入れるようになってるわけですから。今は童話住宅じゃないんだけども。でもあそこは今でも飛び地のまんまになっているわけです。まあ、これについて、まあ元に戻そうっていう風うに。例えば僕はね。大阪市議会議員でそういうことを言ったらまあ、当然その経緯も触れざるを得ないじゃないですか。その童話という。 童話、うん、って言うたなっていうことになりそうですよね。だってここは童話っていう、同話だったっていうことをピンポイントで言わないといけないわけですから。ちなみになんか大,大阪府によるとなんかそれ個人情報法条例違反だそうですよ。ここは童話住宅だったっていうと。うん。まああとなんかあの裁判所とか解放同盟の論理もそういうことになりますよね。だから、 まあでも、今更ね、その、広告を動かそうっていうと、いろいろややこしいし、まあ地元じゃあなんか、その、童話対策終わったけども、その、なんか元に戻そうっていう話もそもそも出てないそうです。というか、まあいろいろね、まあ今更その話を持ち出す必要があるのかっていうこともあるし、まあ言い出す勇気もないかもしれないです。なかなかそれを言い出そうっていう人もいないと思います。だって言ったら、ね、あそこは童話だっていうことに触れざるを得ないわけですから。 ということで、まあ、これはやっぱり、その、解放運動や、えー、まあ、童話事業の弊害の一つっていうことになるんだと思います。まあ、僕はね、もう、童話対策はもう全部悪だったっていうふうに言ってるけども、まあ、このあたりに関しては本当に、その、 当和対策をやらなければこんなことはなかったでしょうね。その畜指定をするっていうことをしなければ、ああいうその住宅はできてそこだけ飛び地になるっていう。なんかまるでね、得た否認の居住地域をなんか現代の政府が作ったようなことになっちゃってるんだけども、まあ本来はそんなことをしなくてよかったと思うんです。一般対策としてね。本当にそのピンポイントで貧困者を救済するっていうことをやればこんなことをしなくてよかったんだけども、まあその当和事業というものがこういうまあ負の遺産を残してしまったっていうことになる。 わけですということで、えー、今回はねお便りについて、えー、お話しいたしました、えー、まあ今回はねあの上住吉住宅につい、えーまあ今回は住吉の方からお便りいただいたのでそれについてちょっと調べて、えー、回答いたしました。